グレゴール・ピアキゴルスキーは、ウクライナに生まれ、アメリカ合衆国で活躍したチェロ奏者。エマーヌエル・フォイアーマンの死後は、ピアノのアルトゥール・ルービンシュタイン、バイオリンのヤッシャ・ハイ・フェッツと共に、100万ドルトリオと呼ばれた。ロシア帝国領ウクライナのエカチェリノスラフに生まれ、少年時代からバイオリンとピアノを父親に教わる。チェロの音を聞いてからチェリストになることを決心し、2つの 棒で、おもちゃのチェロをこしらえた。7歳で、本物のチェロを与えられ、熱心に勉強を始める。奨学金を得て、モスクワ音楽院に入学する。地方のカフェで演奏しながら、収入を実家に送った。ロシア革命が勃発した後、例人始終相談で演奏を、始め、15歳で、ボリショイ劇場の主席チェリストに採用される。 ソ連当局から留学の許可が降りなかったため、チェロを抱えて芸術家の一団と共に家畜を輸送する汽車に潜り込みポーランドに脱出しようとした。国境線で警備隊に撃たれた時、ピアティゴルスキーとチェロにしがみついた女性たちの一人はかなり背の高いソプラノ歌手であった。チェロは無事では済まなかったが、これが唯一の被害であった。 18歳で短期間ベルリンやライプツヒに学んだ後、ロシア系のカフェのアンサンブルで演奏を始める。カフェの悲劇の常連に、ビルヘルムフルト・ベングラーがおり、その骨折りのおかげで、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の首席チェロ奏者を、務めることができた。1929年に初めて訪米し、レオポルド・ストコフスキー式のフィラデルフィア還元楽団や、ウィレム・メンゲルベルク式の ニューヨークフィルハーモニー還元楽団と共演した。1937年にはエドアールド・ロチルドの娘・ジャクリーヌと結婚した。ピア・ティゴルスキーはアメリカ合衆国が気に入り、1942年にアメリカ合衆国市民権を取得している。1941年から1949年までフィラデルフィア・カーティス音楽院チェロ科の主任教授を務めた後、 タングルウッド音楽センターやボストン大学、南カリフォルニア大学でも教鞭を取った。晩年はカリフォルニア州で暮らし、死後はロサンゼルスのウエストウッドメモリアルパークに埋葬された。アルトゥール・ルービンシュタインやウィリアム・プリムローズと室内楽曲を録音し、個人的にウラジミール・ホロビッツやナタン・ミルシテーンとも室内楽演奏を楽しんだ。 ハイフェッツとも室内学を録音している。アイキはストラディバリウスで2台を所有していた。ロシア語の場合の読みはグリゴリー・パブロビチ・ピアティゴルスキー。ウクライナ語の場合の読みはフリホリー・ピャチホルシキー。ありがとうございます。